땅. 왜? 수게. 따우. 라이톤 짠데르. 라이톤 짠데르 데. 야. 좋아. 어이. 파파바던 간다니까. やりたいことがあるということで. 소화 です. いきなり裸ですが. 裸 です. えっとですね、パパドンがですね、今日は交互浴で体重が何キロ減るのかっていうね、チャレンジをやってみたいと思います。交互浴とは一体何でしょうか。交互浴っていうのは、熱いお風呂に入って、体温めて、その後、外に出て、外って言ってもあの、外じゃないよ。湯船の外、湯船の外が。出て、冷たいシャワーバーッと浴びて、 で冷やして、またお風呂、熱いお風呂バーン入って。あ、なるほど。体を熱い冷たい熱い冷たいに。熱い冷たい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 。で、なるほど。交互にね、やっていく。そうそう。で、汗ガーッかく、やつなんだけど。なるほどなるほど。それで体重がどのぐらい変わるのかっていう。おお、それで変わるんだね。変わる変わる変わる。どのぐらい変わるのかはね、ちょっと実験でやってみたいと思います。なるほど。ちなみに本来交互浴ってあの水風呂とかの方がいいんですか。本当はね。本当はね。 でも一般家庭に水風呂なんかないから。そうだね、熱いお風呂と水風呂と両方用意はできないもん。無理だよ。だから冷たいのはシャワーで大丈夫。シャワーもうシャワーで代用で。楽しそうです。ちょっと待って。ということでね、まずはちょっと体重を測ってみたいと思います。はい。気をつけて。おお、すごいすごいすごい。 じゃあ、終わりますよ。はいはいはい。じゃあ、逃げやがりした、こちら。はい、じゃあ、食べます。はい、じゃあ、体重測っていきましょう。終わりました。はい。はい、いきます。いいよ。76.1キロ。76.1キロ。よし。じゃあね、こっから76.1キロから何キロ減るのか、チャレンジスタート。 イエス。パパトン1回目のお風呂です。1回目のお風呂っていうのがよくわかんないけども、1回目で湯船ですかね。ちなみにパパトンのお風呂の今入ってる温度なんですけども、設定温度が46度でございます。パパトンね、熱々が好きなんですよ。熱々で入って、カーッとね、 肌温めて、で、冷たい水で、水のシャワーでバーッとね、体を冷やすっていうね。水にしてね、冷たいシャワーを浴びます。イエーイ、イエーイ。ああ、これね、 冷たいシャワーなんですけども、当てるポイントがあって、これね、背中にね、直接当てるとめっちゃ冷たくて、ちょっと萎えるんで、まずね、太ももから当てていきます。今度はちょっとずつ、胴体の方にね、かけていきます。ああ、すげえ。ああ、体が冷えたから。 熱いお湯が気持ちいい。暑いっすか。熱い。マジ。 コンテストが近くなってから、やるっていう感じなんですか。普段からやってます。普段から。あ、じゃあもう本当に体のケアみたいな。そうそう。体ケア。なるほど。体ケア。たくさんやった方が効果が出るの。いやー、もうそれもあるよ。ピンキリよ。ピンキリっていうか、よしあしよ。やりすぎてもな。まあそうね。やっぱちょうどいい塩梅っちゅうのがあるから。大体2往復ぐらいがいいんじゃない。なるほど。さすがに。シワシワマッチョ。 よし、ラスト行こう。
パパがやばい、ほら見てみ、タオル、タオルで拭いたにもかかわらず汗がどんどん出てくる。汗がまだまだ出る。まだまだ出るね。すごいね。だからちょっと汗が引くまで、うん、ちょっと放置で。よいしょ。おお。わしょーい。臭。うんちしてるでしょ多分。臭い。今うんちしたっぽい。わしょーい。汗引きましたか？だいぶ引きました。はい。おいいかな。じゃあ、体重測定いきましょうか。おい。じゃあ行きましょう。終わった。ピー。行きましょう。ドキドキの瞬。ダン。ダン。え？すげえ。74.4。すげえ。めっちゃ減った。ダウ。76.1だから、1.7kg落ちた。高菜が30分で、すごい。すげえ、人間の体ってすげえ、すごいね。これは結構みんなびっくりなんじゃない？びっくりでしょ。俺30分の交互浴でなんと 1.7kg 落ちました。すげえパワー。この、うん、痩せるというか体重が落ちたメカニズムというのは、いや普通に合わせる水が、水分が完全にその酵母浴によって、より早く抜けたっていう。ただそれだけ。あーなるほどね。こんなに早くそんなに落ちるなんてびっくりだよね。そうそう、これね、動画見てる人勘違いしちゃダメなんだけど、うん、体脂肪一切減ってないから、水だから。体重の数字ね。そう、水分がただ減っただけだ。うん、本当に単純に。そう、単純に。そこですね。はい、ちなみに、うん、お風呂の前に水分って取った、うん、まあまあもちろんそれはね、汗かくから、うんうんうん、脱水症状になるの嫌だから。うんうんうん、うん、あ、じゃあ軽くコップ一杯ぐらいの水飲んで、それからお風呂入って、あっちまだ汗出る。ということで、はい、今回酵母浴で体重が何キロ落ちるのかっていう実験でございました。はい、はい、すごいと思った方はグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。バイバイ。